った行政行政の方々皆様お集まりいただきまして心から深く感謝申し上げます。5年前60周年記念の時になりますが、そこから計算するとあっという間に過ぎたように気がいたします。とても喜ばしく思っております。今年4月から障害者総合支援法という法律が、その中で手話通訳意思疎通支援事業という形位置づけられました。その他いろいろコミュニケーション難しい聴覚障害者の状況があります。例えばですが、私は聞こえませんということで手話通訳を自分が同行するのではなく、例えば病院であれば自分が病気で行って診察を受ける場合、あ、聞こえないんですねということで、聞こえない患者が来たら病院側として通訳を準備するというようなこと、そういうことに関してもいろいろと載っております。障害者のしおりの中に意思疎通については載っておりますが、やっとそのきちんとした言葉として載るようになりました。皆様のお力と思っております。まだまだ足りない目、これからの課題もたくさんありますが、次回70周年記念大会、5年後の70周年記念大会の時に向けてさらに努力を重ねていきたいと思っております。また皆さんの力をいただいて、皆様の幸せ、子どものために努力していきたいと思っております。最後になりましたが、本日の実行委員、教員、さらに準備、力を尽くしてくれた皆様方に感謝もお礼を申し上げたいと思います。以上、ご挨拶とさせていただきます。清水義助様でございます。清水様は都合により欠席になっております。代理の方がお受け取りになります。改めて表彰状、上野雄二殿、あなたは多年にわたり当協会事業の推進に尽力し、その発展に貢献いたしましたこと、誠に大なるものがありました。当協会の創立65周年を記念するにあたり、その功績に感謝し、これを表彰します。平成25年12月の日、表彰状、上野君江殿、以下同文です。平成25年12月8日、足立区ろう者協会会長、加藤仁。65周年、おめでとうございます。受賞いただきました。ありがとうございました。私のことですけれども、昭和39年初めて理事に当選いたしました。
足立区ろう者協会城東地区東京都聴覚障害者連盟体育部として活動し40年間活動してまいりました。足立区ろう者協会城東地区野球部ソフト部バレーボールなど団体との試合交流を盛り上げてまいりました。とても楽しゅうございました。以前城東地区の会員の皆様が増えるために若者が増えるために野球などの試合を行い交流をし盛り上がってまいりました。そういうとても良い思い出がございます。私が一番思い出にございますのは竹の塚センターでございます。竹の塚センターでございます。昭和46年に開設し障害者団体、まあ、聞こえないからもう肢体不自由などと一緒に要望を出し竹の塚検察の要望を出し会議室、料理教室などのそういう設備のある施設を作ってほしいということを要望を出しました。署名もいただきいろんな方にたくさんの署名をいただきました。その署名とともに要望書を出し区議会の方に要望を出し、やっと昭和54年に竹の塚センターが建設されることができとても嬉しかったことを思っております。私の先輩は、まあ、大勢の方が亡くなってしまいとても寂しい思いをしております。私の妻がこちらにいますけれども婦人部もの部長などもやって活動しておりました。皆様もっと盛り上げてこれからも頑張っていきましょう。ありがとうございました。